九州参考バス小山営業所九州参考バス小山営業所は九州参考バスの営業所の一つ。熊本県上益敷郡増敷長寺、長間線14番地一の市に熊本市中心部と市東部及び熊本市東側の熊本都市県の路線を担当する。県群、佐渡原、豊島方面を経由する系統のほとんどがここを発着点にしている。 このほか、三考バス路線の熊本対、シャムダ経由三船線や小山三考より、山世、大津町を結ぶ路線も運行している。一部区間は2016年4月に発生した、熊本地震の影響で運転見合わせ、迂回が発生していたが、2019年現在はすべて、通常の運行体制に戻っている。一時期、2016年9月以降は、 テクノリサーチパーク周辺に仮設住宅の団地が設置されており、これに合わせ団地から役場方面並びに店舗や病院関係等が多い広安地区とを結ぶシャトルバスが参考バス管轄において運行されていた。東営業所の管轄路線の中にはかつて西武車庫熊本駅、桜町 BT から産業道路を経由するたく南トラックターミナル線。 免許センターパークドーム線も担当していたが、2021年4月1日より、熊本都市圏の路線バス5社による共同経営が開始されたことに伴い、その一環として、上記に系統においては、同日をもって、熊本都市バスに移管した。これと引き換えに、これまで、熊本都市バスが運行していた池田京町線、池田県軍線を譲り受けすると同時に、 池田県庁線を新設している。小山参考発着その他の系統参考バス、管轄路線級塗装復刻カラー車両また2020年4月、現在、かつて、九州参考が大量に導入したい鈴キュービック、現時点では、山形東営業所のみ各一台ずつ配置されているのみでこちらは純正の IK 交通ちなみに、現在も配置されている車両は、 九州参考系列での新規採集登録者であり、新成人より投影業所に配置されている。ありがとうございます。